はいどうも、ABCD いい天気でおなじみのカーディストリー道場のシッチです。このチャンネルではカーディストリーという、トランプを使ったね、曲芸みたいなものをですね、初心者の方、これから始める方、始めたばかりの方が役に立つかつ楽しめるようなコンテンツをね、お送りしていけたらなと思ってやらせていただいているチャンネルでございます。もしこの動画ね見て気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録していただいて他の動画も見ていただけると嬉しいです。今回ですね、今年ね、1月かな、に始めました、わらしべデック長者というですね企画でですね、フォンテーンの、ポルカからですね、今手元にありますこちらドン、レガリア、もうねこれちょっとパッキングしちゃったんだけども、いただきました。こちらね、ポルカを送ったらレガリアが帰ってきたっていうね感じなんですけど、ゆくゆくはねこの行く先に、多分ね無理なんじゃないかなっていうのを最初からね思ってるんですけど、ジェリーズナゲット、1970年代のね1970年代のジェリーズナゲット、いつかたどり着けないかなっていうような、ね、ことで、なんとなくねちょっと始めた企画ではありますということでね。でこのレガリアですね、今回これやっちゃダメなことなんですけど、1ヶ月ぐらいね、経って、どなたからもね、特に交換しませんかとかっていうような話、お話がなかったもので、なんかもう我慢できなくて、もう自分開けちゃったんですよね、これ開けちゃったんです、開けちゃってるんですけれども、そんなね、私に救いの手を差し伸べてくださる方がいらっしゃいました。ツイッターの方で、メッセージいただきまして、ちょっと交換できそうなね、デックがあるんですけどっていうようなねお声掛けをいただいたんで、ちょっとこちらの方で、ね、正直に、私ちょっと開けちゃってるんですけどっていう話で、してるんです。開けてちょっとね軽くさっきファンとかね、スイングカットとか、したぐらいなんですけれども、ということでね正直にお伝えしたところ、それでも OK というお話をしていただけましたんで、こちらのレガリアね、もうちょっと梱包しちゃってるけど、早くね、旅立たせてあげなきゃいけないなということでですね、早速ね、プチプチ包んでますけど、あとはね、ちょっとなんか、外に包装して発送したするのみということでね、何でしょう、開けた時の、箱がね、独特なんですよ、これ。ちょっともう、やっちゃってるからもう開けないけど、なんか引っ張り出してね、こう、ピッと、公式のね、ビデオなんか見ていただくと分かるんですけど、ピッと、箱をまず、滑り出させて、で、そこから、出てくるのが、金ピカのね、レリーフ、メッキの金ピカのメッキのレリーフみたいなね、のがね非常に綺麗なねカードでございました。ちょっとカーディストリー向けというよりも、マジックとかでねちょっと高級感のあるような場所で演じるときにねこのデック、トランプね使ったらすごい喜ばれるんじゃないかなと思うようなねデックでございました。そんなね、レガリアだったんですけれども、交換していただけるというね、お申し出いただきましたんで、今回ね、ちょっと匿名配送、ヤマト運輸の匿名配送というものを使って、ちょっと交換してみたいなと思います。で、またですね、その、向こうから送っていただきましたデックにつきましては、これ、わらしべ企画なんでね、また次の、交換いただける方、いらっしゃいましたら、ぜひですね、私の方、Twitter なり、コメント欄なりで、YouTube のね動画のコメント欄なりでメッセージいただけましたら、こちらから連絡の方させていただきますので、一番最初は住所の直交換をして、お互いに送り合うっていうのをさせていただいた、このね、レガリアとポルカのやり取りの際なんですけど、そういったね直のやり取りを、しない方がね、ちょっとご覧になってる方、安心される方もいらっしゃるかもしれないと思いましたんで、ヤマト運輸のですね、匿名配送というサービスがですね、ありまして、それを使うには、ちょっと LINE でね、友達にならなきゃいけないというね、条件があります。LINE 上のサービスなんですね。なので、そこにね、同意いただける方、私からですね、突然、落ち込んだ時に、つらたんみたいなね、一言とかね、送られてきても、大丈夫だよって方、あとはスタンプ爆撃とか突然され始めても、怒らない方。であればね、そちらの方やられてもいいのかなと思います。やらないですけどね。なんで選択としては、これからね、わらしべ、もしね、やっ
だってもええでっていう方いらっしゃいましたらですね、まあ直の住所交換の他にあの大和で匿名配送というのですね方法もございますということでね、まあその場合は LINE ね、フレンド LINE の友達になってもらう必要がありますよということでね、お知らせいただけたらなと思います。さあ次はどんなデックが来るのでしょうか。このレガリアから、どんなデックが来るのか楽しみに待ちたいと思います。それでは、また別の動画でお会いいたしましょう。 See you again, bye.